陽子、行ってほしくないんだよ。南米なんかに行ってほしくないんだよ。なあ、行くなよ。津村君、そんなこと言うためにわざわざここまで来たの？ああ、そうだよ。なあ、行くなよ。行ってほしくないんだよ。津村君、でも決めたわ。行くことにしたの。決めちゃったの。俺があんなこと言ったから？ううん、違う。嬉しかったから。津村君の気持ちが嬉しかったから。私のためにあんなに悩んでくれた津村君の気持ちが嬉しかったの。だから行くことにしたの。私津村君苦しませたくない。中谷君も苦しませたくない。好きなんだもん、両方とも。あと一箇所で仕事終わるの。一緒に帰ろう、津村君。陽子、今日帰んなくちゃいけない。え？いるよ、明日まで。なんだか湖の祭りだった。2年もしないうち帰ってこいよ。うん、康介待たしとくからさ。でも津村君、明日になったら何してるかわからない人だもん。でもそれでいいの。手紙ですよ。
朝に投げた小石の放物線の軌跡の上で通り過ぎてきた青春のかけらが飛び跳ねて見えた。その照り返しをその頬に映していた。